バリケードを強化する。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。車。押す。ほら、手を貸して。いやー、どうなっちゃうんだこれ。先が読めない。アリス優しいな。よし、これでいい。これでいい。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれで良かったんだ。そうだな。兵の位置確認、仲間助ける、記者に訴えかける。本がある。どうした？大丈夫か？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。大丈夫だ。怖くて当然だよ。俺だって怖い。でもこのまま黙って見ているつもりもない。君も同じ気持ちだろう。自由を望んだのが間違いだ。黙っていれば死ぬこともなかった。じゃあ、火をつけよう。ついたの？今なんか火が触れてなかったように見えたけど。 A の位置確認して仲間を助けないと。拾う。なんだここは。あ、兵の位置確認か。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。今はそれしかできない。コナーはうまくやっていると思うか。彼を当てにするわけにはいかない。そうだな、失敗も考えとかないと。火をつけよう。あとはそこの仲間か。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。あとは仲間の様子を確認した。記者に訴えかける。おはようございます。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせる。
と生きている。私たちは生きてる。マーカス、マーカス来てくれ。マーカス、君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。マーカス、行くな。これは罠だ。武器は持ってない。話したいだけだ。彼の言い分を聞かないと。殺されるかも。殺されてもいい。危険は承知の上だ。みんなを守れるなら。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。自由になれるんだぞ。人間の世界で暮らせる。ずっと夢見ていたんだろう。仲間の命を救い自由を手に入れる。イエスというだけだ。受け入れるか断るか。断ったら皆殺しか。でも悩むな。幸福を仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。こんなバリケードすぐ突破されそうだな。何があったんだ。あいつはなんて。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。もう攻撃始まったか。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつか、それとも革命か。耳を貸すなコナー。こいつの言うことはデタラメだ。そんな人間に興味はない。殺したければ殺せばいいだろ。
お前のメモリーにアクセス済みだ。こいつに情を持ち始めたことは知っているぞ。苦労を共にしてきた仲間を本気で見捨てるつもりか。お前に本当の自分を否定する勇気があるのか。説得しよう。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だな、コナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。ハンコを救う。いいだろう、降参だよ。あー失敗した。勝てるかな。強えなこの粉。動くな。ハンク。どうもハンク。あなたがいなかったら危なかった。どっちかどっちか分かんない。殺すんです。もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。どっちかが俺の相棒で、もう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を。私が肩をつけます。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所は。ジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前はスモー。ペットの名前はスモーです。私も知ってた。私も知ってた。俺の息子の名前は。息子の名前コール。彼の名はコール。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップしてあなたの車が横転した。でもあの時緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当。びっくりした。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ありがとうハンク。ほら行け、肩をつけてこい。マーカスたちを助けないと。さあ起きて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 。ああすごい、変異が感染してる。不明だ。
事に国境を越えたか。すみません、どうしたんですか。入国検査です。乗客は全員バスを降りてください。進んでください。入国検査。まだ安心できないのか。さあこちらへ。体温を測ってる。体温を測ってる。メカラどうするの。心配しないで平気よ。考えろ。ジェリー。カーラ、君は命の恩人だ。もし助けが必要ならいつでも言って。ジェリーがいる。ローズ。人気のない場所を見つける。あった。おい、どこ行くつもりだ。娘がトイレに行きたがってて。どうしたカール。ローズ。生きていたのね。二人とも無事でよかった。ローズ。ジェリコの襲撃をテレビで見て、ひょっとして殺されたんじゃないかと思っていたのよ。本当に無事でよかった。弟検問。検問。検問をしてるの。これじゃ無理よ。やらないと。捕まったら殺されるのよ。弟さんの住所をくれたけれど、本当に大丈夫。歓迎してくれるわ。私たちも行くし、あそこなら安全よ。早く行きたい。安全な場所に。アリス。ローズ、私に何かあったら私に任せて。マーカスはどうなったの。アンドロイド収容所の外で平和デモを行ってるわ。結果がどうなろうとマーカスは歴史を変えたのよ。デトロイトを出るの。今じゃ家の中も捜索するのよ。密告される前に逃げ出してきたの。他のみんなは。そっか。今川を越えているところ。向こう側で落ち合う予定なの。もしカーラに何かあったとしても、ローズがきっとアリスを助けてくれる。ここはもう何もないのか。
外に出るしかない。なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。でもマーカスの姿を見て俺もようやく気づいたんだ。生きてるんだな。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。成長したわね息子がみたいな。とにかくここの検問をどうにか切り抜けないと。決断を下す。あー、ジェリーを犠牲にする。誰も犠牲にする。ジェリーごめん。ID を。大丈夫かい？おいお前。なんなんだ。こいつはイカれてやがるな。ほら。もう怖がらなくていいんだよ。こっちにはアンドロイドがいないからね。カナダへようこそ。通れた。ジェリー。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで光を。